こんにちは、マリです。今日は、なんだっけLINE の巻き替えをやります。Got burned, but I learned Our scars make us who we are Now I'm 10 feet tall over my demons So I'm bringing out the fire Bring on all the lightning Cause I'm Carry the hurt when it gets too hard Pick it up, dust it off And I fall down 11, I get up 122台です。こちらにもお願いします。それで、私マイケルの方には先日買ったアジの糸、ショートバイトを見逃さない扱いやすいエステルライン、これを巻きます。何やってんだよ。だってさ、せっかくこの前巻いたばっかりなのに、なんでまた巻き直さなきゃいけないのって思ったわけ。そしたらここがぐちゃぐちゃになってるっていうから、これどのくらいの間隔で巻くのかな。頻繁？頻繁に変えますね、変える人は。それでやっぱりどうしてもよれが出てくる、よれっていうかあのねじれですよね、が出てくるので、どうしてもトラブルも増えてくるじゃないですか。なるほど。結構あなた最近トラブル多いでしょ。多い、それも一つヨレとかの原因もあるので、ある程度の感覚で巻き替えると多いですね。わかりました。で、まあ扱いもちょっと悪かったっていうのもあると思うんですけど糸取りです。これレベルを起こすんだっけ、起こさないんだっけ。どっちでもいいっすよ。あ、ピンキーってまとまると綺麗、なんかあのバービー人形の髪の毛みたいだね。その前にさ、練習のためにさ、2つやってくれるとかってやんない？ノーだね。やっぱりあれさ、あの初心者だからさ、そういうことこう、数多く練習しないと。ああ、昭和だね今令和なんで君の化粧も昭和でしょ令和だって、うん、令和やってんだけど昭和なんだってだってそのさ、ダーリングなんか見事に昭和の昭和の時にね、流行った。でもほら、あれだよ、今度肩パッドの入ったスーツとか流行るよ、今度。ソフトスーツだっけ。マイケルさん、ソフトスーツ持ってた口でしょ。昔ね大丈夫、大丈夫そうね。 NO! 終わった、終わったよ。皆さん、下糸って巻いてます？結局ラインはどうなんだろう、100メートルもあれば十分取れるので、下糸巻きますよね。巻かない人と巻く人とどっちの人のが多いんだろうね。統計取ったことないから分かんないんだけど、こういうのクラブハウスとかでディスカッションすればいいんじゃないの。全然上げてないけど登録したけど、どうなんだろう。皆さんクラブハウスやってますか。あ、なんか出てきたみたい。おばあさん私の髪の毛に当てたの失礼しちゃうね、見たエリー嫌になっちゃうね。これ最初どういう風にするんだっけ。ゴロ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 、でパパだけ始めたの。え、どいて。主量どの辺ぐらいまで巻くのがベストですか。リングエッジから 2,3 ミリ下って前回も言ってましたね。ちょっと巻きすぎた感はありますかな。もうどうぞ一つの糸で2回分は使いたいですよねまたもうちょっと力入れた方がいいと思うし、
いい感じですね。どこまでだっけ、チェックしてる。リュウグウの方このくらい、もっと、あ、いい感じじゃん。巻いちゃいなさいよ全部、もうちょこっとしかないんだから、うん、そうね、こうやって見せたらよかったかな。 LINE の効果できました。いやー、綺麗に巻けてますね。で次回からこれでいきます。サンラインの方、ショートバイトを見逃さない、扱いやすいエステルライン、ショートバイトを見逃さないとなると、まあまあエステルだからエステルラインだろうというところはあるんですけども、扱いやすさっていう面ではね、ちょっと、楽しみ、特にそこのところを気にしながら扱ってみたいなと思ってます。まあちょっと巻いたばかりなんで、少しちょっとトラブルは最初の方が起きるかもしれませんけれども、やってみまひょう、やってみたいと思います。ちなみにピンキーはいかがでしたか。って他使ってないから分かんないか、ちょっと分かんないね。あ、最初の白いやつ、うん、なんだっけ、月下美人、うん、あれと比べると、うん、分からない。